はい、こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。今回ですね、グランドトリックを練習したいあなたにおすすめのボード、こちら FTWO の TNT をご紹介したいと思います。まずこのね、TNT に乗ってもらいたい、ユーザーさん、どんなお客さんに、どんなスノーボーダーに、ね、乗ってもらいたいのかというと、グランドトリックを練習したい、グランドトリックを上達したい、あ、これからちょっと今まで買ってたボードじゃグランドトリックやりづらいんだなっていうのに気づいて、グランドトリック用の板を欲しいと思った、その1枚目にぜひ乗ってもらいたいボードとなります。このですね、TNT、 なぜそんなにグランドトリックがやりやすいのかというと、グランドトリックをやるのに絶対的な必要な動き、板のフレックス、しなりを使って、板をしならした後にポンと返ってくる反発を使って飛ぶっていうことがね、必要になってきます。それが例えばオーリー、ノーリーというね、飛ぶ技であったりだとか、板をね、キュッとしならせるプレスという技だったりだとか、それの複合ね、飛びながら回す、しなりながら回すなどの動きというのが、絶対的に必要になってきます。その動きをサポートするのがこの TNT になります。はい、ではまずね、この TNT の3つのポイントを押さえておいてください。まず、先ほど説明したフレックスが使いやすい、フレックスを、ね、使いやすくする機能は2つ搭載してます。まず1つが板の形状がダブルキャンバーという形状になっていますね。 FTW の中で、通常のダブルキャンバーとちょっと違うね、ウィングロッカーという形状なんですけども、板自体がこういう風に波を打っているような形に仕上がっています。で、どういう風な、板かというと、ノーズの、足と足の外側にキャンバーと言われるバネをつけていますね。はい、足と足の間にロッカーと言われるギューッと船底になっているようなイメージを持ってもらえば分かりやすいんですけど、のようにギューッとね、波を打って、作られています。そうするとどういうことが起きるのか、板がしなった時にこのロッカー部分がしなりを得やすい構造になっていますね。このキャンバーの部分は張りがあるのでしなりづらい、足と足の間のロッカーの部分はギュッと中心的にしなる。そうすることでピンポイントでこの足と足の間がしなるようになってきます。そうすると何がいいのか、まずプレス、ギュッとね、プレスをかけて板をしならした時に足と足の、足の外側のところね、足下のキャンバーの部分はフラットに近い状態になって、この足との足の間がギューッとしなりを得ていきますので、非常にプレスが安定してくる、ことが安定させることができるようになります。で、さらに次は飛ぶとき、飛ぶときもギュッとね、しならしたときに板のどこでもしなってしまうと、体の軸が安定してなかったりだとか、体の重心が安定していないといつもしなる場所が変わっちゃいます。そうするとオーリーノーリーの反発を得るタイミングも毎回ずれてしまいますので、非常に、技が繰り出しづらい。でも常に板のセンターが中心にしなってくれるのであれば、返ってくる反発はほぼ一定に近い状態ね、のおりおりがタイミングが取りやすくなってきます。なので初心者の方だとか、なかなかグランドトリックの反発を得るのが、難しいなって感じている人に、反発を使いやすいように設定してます。で、さらに板自体が柔らかくしなる、素材を使っています。見てください、ね、これがギューッと荷重をかけた時に柔軟にしなってくれます。で、この柔軟にしなってくれる、板の帰りね、ただ柔らかいだけだとぐにゃーっとしなって終わりなんですけど、そこから返ってくる反発、ギュッとしなった時にポッとね、返ってくる反発の強い素材を使うことでしなった後にポーンと飛べるっていうね、板になっています。で、さらにもう一つはスイングウェイト、グランドトリックをやってる時やっぱり回りたいですよね、くるくるって回りたい、そう思うと思います。で、その回る時に板自体の重さのバランスっていうのが重要になってきます。例えば板のノーズ、テールが重たくて真ん中が軽いと、手で持った時にいくら軽くても回すと、はい、板は重たく感じます。で、この TNT はその逆です。もちろんノーズ、テールが軽くて足と足の間に重心を持ってきています。そうすることで手で持った時の軽さよりも実際に乗った時はさらに軽い板に感じます。なのでくるくる回りやすい、練習しやすくなります。で、なんでそういう風にね、スイングウェイトを軽くできるのか、まずこの有効エッジ、ターンをした時に
雪に触れる部分ですね、ぐーっとエッジがかかっていく部分が長く設定されています。そうすることでノーズテールの外側接雪に触れない部分を短くしてるんですね。そうするとワンサイズダウンで選ぶことができるようになってきます、ね、通常僕167センチなんですけども、この TNT に乗るときは151センチチョイスしてます。でこの TNT 実際 TNT 普通の、ね、ボード乗るときはだいたい僕だと153とか154センチぐらいが安定したターンができる、ね、長さになるんですけども、そこを TNT の場合は151センチとワンサイズダウンで選ぶことで安定感もありスイングウェイトも軽く乗ることができますよという、ね、板に仕上がっています。はい、おすすめです。はい、次に初心者の方がグランドトリックをやるということは転ぶ機会が多くなっちゃうと思います。どうしても新しい技に挑戦しているときはバランスを崩して転倒しちゃいますよね。それはしょうがないです。ただそれが安定感のない板だと、さらに転倒が回数が増えてしまいますから、この板には安定感っていうのを、ね、重視して作らせていただいてます。で安定感どういうふうに出していくのか、はい、板のこの部分ウエストと言われるんですが幅を広く設定しています。でこのウエストの幅を広くすると板が多少傾いて着地をしたとしてもぐっと耐えることができるようになってきます。逆にねギュッと細い板になってくるとちょっとバランスを崩しただけでエッジがギューンと入ってしまうので、ターンが始まってしまってあっという、ね、転んでしまいがちになっちゃいますので、この太さというのを重視して作っています。はい、この3つのポイント、ね、柔らかく柔軟にしなったところからボンと返ってくる反発が使いやすい、はい、スイングウェイトが軽いのでくるくる回りやすい、そして安定感、ね、転びそうな、なった時でもギュッと耐えてくれる、ね、それでメイク率を上げてくれるという、ね、板に仕上がっています。はい、この板グランドトリックぜひ乗ってね上達してもらいたいと思います。はい、ではこの TND ですね、実は今年ですね見てください、4色あります。ね、4色あります。グランドトリック、この TNT は、何年か前からどん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 人気が上がってきています。で、物がいいので仲間内に進めたい、仲間内でもこの TNT 一緒に乗ろうよっていう、ね、仲間が増えてきてます。ただ同じ全く同じグラフィックで同じ板だとどうしても、被るのが嫌だなって思う方もいらっしゃると思います。そこで、はい、4色色を用意していますので、まあ、お仲間でね色を変えて乗ってみるのもいいんじゃないかなって思います。サイズバリエーションは、138、143、46、151、153、156、159と、ね、サイズバリエーションも豊富に用意しています。で色も実はフルカラーフルサイズ用意しています、ね、全部のサイズで全部のカラーありますのでお好みに、ね、合わせて乗ってもらえるんじゃないかと思います。で結構、ね、TNT 女の子も乗れるんですかという質問あるんですが、もちろん乗れます。138や143なんかは、ね、特に女の子の乗りやすいサイズで用意してますので、はい、ピンクありますからね、はい、ぜひ乗ってもらいたいと思います。ソールを見せてみましょうか、はい、ピンクは、はい、ピンクソールいいですね、はい、で今持ってるの、ね、これブルー、はい、ブルーは、はい、ブルーソールになります。はい、でグリーン、グリーンは、はい、こちらのグリーンのソールで、オレンジは、はい、オレンジのソールになっています。価格は5万4000円になっています。比較的お買い得ですので、ちょっとこれからスノーボード買い替えたいな、グランドトリック専用の板1枚セカンドボードとして用意しようかなって思っている方でも、買える値段かと思いますので、ぜひぜひ、ね、全国のスノーボードショップにて、お問い合わせいただければと思います。はい、それでは今日ご紹介したのはこの FTWO の超大人気モデル、はい、TNT のご紹介でした。ぜひこの板を持って、スノーボードを思いっきり楽しんでください。ありがとうございました。Stop your proceed.